やば、手を使ってないからな。でしょ、そこいたよね。お前カーリングの位置から特定できたぞ。はい、本日のワンポイントアドバイス、ハンガリー語で塩が足りないことを塩足らんというらしいです。ハンガリーに旅行の際に塩が足りないときはご活用ください。いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。ロラのコラを使ってガチャアサリやっていきたいと思います。はい、見えんか、うざ、いいとこ投げてくんな。ちょっと一回逃げますね、これ足場がもう。うっそ、なんで今知らない、マジかよ。今の当たんなかったか、当たったと思った。サビーコン飛ぶか、ちょっと様子見すぎたなって。でもなんかあのさ、下がってずっと打ってるやつとかもなんか様子見る以外ないんだよ、選択肢が。うざ、手をたまんねえしな。うぜえ、マジでうぜえ。てかもうみんな下がりすぎだって、お互いに。マジうぜえ、ほんと前出ようぜ少しは。まあ俺が悪いのか、前線武器がちょっと様子見ちゃったからかな、反省点は。つってもなんかここなんかあんま前出れねえんだよな。こうなったら出れるんだけど。あー惜しい、くー、ミスったな。ただビーコン3つ維持できてるんで、飛んで荒らしましょう。飛んで、あーだ、飛んでくる、バカかよマジで。ダメだって。てかビーコンなんか、ビーコン飛べよ、おとなしく。それ持ってきたい？持ってきたい系？あー、くそ。ダメだ、全然ダメだ。文句言ってる割には何も成果を上げていない。こっち、ちょっと多めんとこでね、多めの、なんて言うんだろう、人が多いところのビーコンに飛ぶってのはあんま良くないと思うんだけど。やば、手を使ってないからな。でしょ、そこいたよね。お前カーリングの位置から特定できたぞ、お前の位置が。これも押しの一手だろ、押しの一手。ちょ、沼じゃんすんの多くね、敵も味方も。やめた方がいいよ、本当にいいこと何一つないって。なんか偶然たまたまなんかいいことあったりするかもしらんけど、でもね、ないと思った方がいいよ。やばローラーおるで、そこでね、コロナの鼻水とね、の喉治んないっすね。これ何なんだろう、一生治んない可能性ある。やば、今の絶対やれるっていう確信があったのにやれなかったの、やばい、まずいな。入りそう、やっぱり。入りそうとは思った。いやー、うざいな。いやー、めっちゃギリの試合だ。ここなんかあんまり俺もいい動きできてないから人のこと言えないんだよな、いろいろと。あー、やばい、これ入る気がする。オリコーナ、あー、オリコーナ的なら今の入れれたんじゃねえか。いや、入れねえんか。やばい、どうだ、こっち飛ぼう、味方を信じよう。
池田を信じた今。ちょっとなんかあんまダメだな。人にいろいろ文句言ってるけど、自分もそのなんか文句に伴う、文句になんて言うんだろう、文句言える資格があるぐらいできてない。よっしゃ、2枚やり、最後の最後に。これなんかやっぱね、いたずらに引くのやめた方が俺マジでいいと思う。ナイス。んー、なんかその引いてることで状況悪くしてる気がするんだよな。だからまあ開幕の俺もちょっと様子見るかっていうのはあんま良くなかった。でもね、僕が突っ込んで死ぬことによって一気に崩壊する可能性あるから、開幕の30秒ぐらいちょっと様子見るぐらいがちょうどいいんだと思うんだよな。なんか、大敗する可能性あるから。まあ、じゃああんまりいい動きできないんです。なんかもうその、偉そうになんかいろいろ言ったけど、大したことはできなかった。はい。ちょっとそこも反省踏まえて次に活かしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。